ですね、もう少し気楽な問題、まあ寝れなくて困るという問題もあるんですが、夢を見るという、このまあ睡眠独特の問題を少し考えてみますが、従来はですね、夢を見るというのは、まあ脳が起きている、睡眠の間に脳が起きている、いわゆるレム睡眠ですね、まあ体は寝てるけども脳は起きているという時に見るということで、まあそれが88%と言われておりましたが、まあ最近の研究でですね、まあ人間が25人なんですが、まあ、908回の実験を経てですね、熟睡してノンレム睡眠の時でもですね、42%夢を見るということで、まあ、夢を見るのは、まあ脳が起きているノンレム、レム睡眠の時に多いんだけれども、熟睡の時にも約半分ぐらい、見ていると。で、結果として、まあ寝ている時はいつでも見ているんだと、まあ言ってもいいというふうになってはいます。ただですね、まあまあ、もともと夢をいつ見るかなんていうことも大した問題じゃないんですが、まあ、いろんな実験データが出ますね。ここにまあ3つ、まあ1897年、1991年、1992年、あ、そうか、1997年、1996年、1998年と、まあ大体1990年から2000年ぐらいまでの書物を参考に挙げておきましたけども、大体睡眠学っていうのはですね、発達、まあ日本で睡眠学会ができたのもそれほど歴史が古くないので、睡眠学自体もあんまり発展しないんですね。この1990年時点のものも現在で随分修正されているものもあります。ですからそこのところちょっとですね、考えなきゃいけないというふうに思いますね。むしろ夢をいつ見るかというよりもですね、辛い夢を見るのを避けたいと。どうも私も寝たら辛い夢を見るんでね、本当に嫌だと。もう少し楽しい夢見れないかなっていう人がいると思うんで、それをちょっとご紹介してた方が役に立つんじゃないかと思います。その一つにですね、いわゆる金縛りってのがあるんですね。私の場合はですね、体が動かなくなるっていうよりか、むしろ自分が目を覚まそう、目を覚まそうっつっても覚められない。布団をこう跳ね上げて自分が飛び起きようと思うけど飛び起きられないということで、うなされることがあります。まあ、こういうのを金縛りの一種というと思うんですけども、これはやっぱり女性の方がちょっと恐怖心が高いんで、まあ、男性は40%ぐらいがこういう経験をすると、女性は50%が経験するということで、女性の方がちょっとそのいわゆる金縛りと、まあ、動けない、動きたいけど動けないという非常に辛い思いを寝てる時にすることがまあ、あるわけですね。もちろんこれは思春期の後半から起こりますので、男性では17歳ぐらいから、女性では15歳ぐらいから始まります。つまり体が大人になるに従ってそういうことが起こるわけですね。で、これはですね、どういうのか、まあ、全然動きが取れないっていう人もいますし、奇妙な幾何学的な模様が見えたり、光がピカピカってなったり、恐ろしい人の顔が現れたり、まあ、奇妙な動物が出てきたり、それからまあ嫌な匂いとか味とか、まあ、たまには体が浮き上がったり落ちてしまったりと、まあ、いうようなですね、非常に人によって奇妙な体験をするわけですね。ですからまあこういうのはもちろん寝てる時に非常に辛いということになるわけですが、まあ例えば人によってはですね、もう落ちてしまう、こう奈落の外に落ちてしまうというような感じで、もう寝具にしがみつくというような人もいるわけですね。で、これはね、どうやって治すかっていうのは非常に簡単で、私も随分もうやってるんですが、実はこれはもう相当分かってきたんですね。つまりここは眠りの本質に関わるんです。起きてる時に、まあ画像だけじゃないんですよ。音もそうですし、味もそうですし、匂いもそうなんですが、まあ今画像、目で入る視覚情報にまあ焦点を当てて言いますとね、起きてる時にはもう次々と景色が変わるじゃないですか。もう昼間なんかはもう自動車が通り、何が通りでしょ。家に帰ってきても靴を脱いだりなんかしたり、それから電話がかかってくる、パソコン見るっつったら、もうそれからトイレに行ったり歯磨いたりって、もう映像がどんどん変わるわけじゃないですか。それで寝ますね。そう、寝ると今度は目つぶってますからね、ほとんどピタッと視覚情報が入ってこないんですよ。目から入る情報が突然なくなっちゃうんですね。そうするとですね、今頭はですね、今まで次々と入ってきた情報をとにかく蓄積してるにもかかわらず、パタッとなくなっちゃうんで、それからしばらく経って寝ると、今度はその昼間の情報を持ち出してきて整理するわけですね。そうしますとね、昼と夜と全く映像の処理の仕方が違うんですよ。昼は次々と映像を考えずに頭の中に入れる。
夜は今度その映像を持ち出してきて整理するっていうことをやるわけですね。その境が睡眠をする瞬間なんですよ。それが調整が難しくてね、それでこのいわゆる金縛りっていうか怖い思いをするんだと。要するに、脳はですね、これは私がよく言うんですが、体は日本語がわからないっていう言い方するんですけど、例えば、今まで運動してなかった人は運動し始める。その運動する最初に、あ、運動した後体が覚えるわけじゃないんですよ。その運動が1週間1ヶ月と続くとですね、あ、体は運動してんだなと思って筋肉を増やし始める。だから筋肉っていうのは、運動しようと思った瞬間に体に私は今から運動しますよって言っても筋肉はつかないんですね。つまり日本語がわかんないんですよ。ただ1ヶ月ぐらいも運動するとどうも運動し始めたから筋肉をつけなきゃなんないってことが分かってくるっていう、そういうことなんですね。寝るのも同じで、今までどん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 映像が入ってきたのがパタッと映像がなくなる、俺は寝るぞっていうのは体は日本語がわからないんですよ。だ、寝てしばらく経ってからしかわかんない。そこのところに混乱が起きるっていうんですね。これはまあ研究の成果ですよ。眠りにつくときに視覚情報が突然急激に減るので、その情報が足りないと思っちゃうらしいんですよ。脳が足りないので情報を補うんですよ。その補うやつは脳が適当にそこら辺のやつから拾ってくるから、へんてこな形をした動物とかなんかできちゃうわけですね。それを今度は整理しようとするんで、それで頭が混乱するわけですね。そこでいわゆる怖い夢とか、それから金縛りというのを防ぐためには、だんだん寝ることらしいんですよ。だんだん寝る。だから例えばですね、夜の12時に寝ようと思ったら、よく言われますけど、11時半頃になったらですね、入ってくる情報の数を減らしていくんですよ。つまり静かなところで、やや暗いところで、ゆっくりとお酒でも飲んで、あまりテレビなんかも見ずに、徐々に徐々に目から入ってくる情報、耳から入ってくる情報を減らしていくんですよね。ずっと減らしていくんです。つまり、寝てしまったら、もう情報がないですからね。そういう状態で寝ると。そうすると、だら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 と情報が減っていきますから、脳が混乱しない。私はね、ちょっと別の方法も試みてるんですね。今度は寝ても何かの情報を入れる。つまり、大体ですね、30分ぐらいの、その人の話とか音楽をつけたまま寝るんですね。そうしますと、まあ、ちょうどその30分の間に寝てしまうとすると、寝た後も音楽とか人の話の情報が私の耳を通じて入ってるはずなんですよ。意識はないんですけどね。だから寝る前に情報量を減らすというのが一番いいんじゃないかと、まあ、その学問的にもそう言われておりますから、それが本当なんでしょうね。もう一つ、僕がただ独自に実験してるのは、寝てからもうちょっと耳に30分ぐらい情報を入れると。いや、これ結構効果があるように私は思いますね。私実はね、よくそのうなされることがあったんですけど、最近うなされません。まあ年を取っていい加減だったのかもしれないんで、いろんな原因が考えられますが、やっぱり私はね、睡眠を勉強することによって、寝る前にあんまりパソコン見たりメールを処理したり、それから激しい音楽を聴いたり映画を見たりしないようにしてるんですよ。それから例えばテレビをつけて寝ることはあまりないんですけど、テレビをつけて寝るにしてもですね、画面は私は見ないんですよ。人の話だけ聞くようにしていくんです。で、少しずつ少しずつ情報を減らして、それから私はね、電気をある程度つけて寝るんですよ。電気をつけて寝て、それで寝入ったら電気を消えるのが一番いいんですけど、なかなかそうはできないんで、うっかり寝ちゃうと、まだちょっと起きるとそこで電気を消すと。これはね、結構私の場合は効果ありますね、やはり。変な夢を見ることがなくなりました。それが偶然かもしれないし、さっき言ったように私が年取ったからとか、それから健康を取り戻したからとか、そういう理由でもあるかもしれませんからね。一概には言いませんが、まあ、睡眠学から言うと、まず、なんていうんですかね、夢というのはいつでも見るっていうのがまず一つですね。夢というのはいつでも見る。だから、どの時期に見るということは、昔言われてたけども、それは、もしかしたら間違いかもしれないということが一つと、怖い夢を見ないためには起きている時の情報量を100とすると、突如それが0になるような状態を作らずに100、80、60、40、20と減っていって0にするとですね、体は日本語がわからないんですけども、あ、この人は寝るんだなということが分かって徐々に準備を始めると、まあ、いうことではないかと、まあ、思いますね。まあ、なかなか面白い、ものなので、
ちょっとここにご紹介いたしました。夜の12時寝ようと思ったら、よく言われますけど11時半頃になったらですね、入ってくる情報の数を減らしていくんですよ。つまり静かなところで、やや暗いところで、ゆっくりとお酒でも飲んで、あまりテレビなんかも見ずに、徐々に徐々に目から入ってくる情報、耳から入ってくる情報を減らしていくんですよね。ずっと減らしていくんです。つまり寝てしまったら、もう情報がないですからね。そういう状態で寝ると、そうするとダラ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 と情報が減っていきますから、脳が混乱しない。私はね、ちょっと別の方法も試みてるんですね。今度は寝ても何かの情報を入れる。つまりだいたいですね、30分ぐらいのその人の話とか音楽をつけたまま寝るんですね。そうしますと、まあちょうどその30分の間に寝てしまうとすると、寝た後も音楽とか人の話の情報が私の耳を通じて入ってるはずなんですよ。意識はないんですけどね。だから寝る前に情報量を減らすというのが一番いいんじゃないかと、まあその学問的にもそう言われておりますから、それが本当なんでしょうね。もう一つ、僕がただ独自に実験してるのは、寝てからもちょっと耳に30分ぐらい情報を入れると。いや、これ結構効果があるように私は思いますね。私実はね、よくそのうなされることがあったんですけど、最近うなされません。まあ年を取っていい加減だったのかもしれないんで、いろんな原因が考えられますが、やっぱり私はね、睡眠を勉強することによって、寝る前にあんまりパソコン見たり、メールを処理したり、それから激しい音楽を聴いたり、映画を見たりしないようにしてるんですよ。それから、例えばテレビをつけて寝ることはあんまりないんですけど、テレビをつけて寝るにしてもですね、画面は私は見ないんですよ。人の話だけ聞くようにしていくんです。で、少しずつ少しずつ情報を減らして、それから私はね、電気をある程度つけて寝るんですよ。電気をつけて寝て、それで寝入ったら電気を消えるのが一番いいんですけど、なかなかそうはできないんで、うっかり寝ちゃうと、まだちょっと起きるとそこで電気を消すと。これはね、結構私の場合は効果ありますね、やはり。変な夢を見ることがなくなりました。それが偶然かもしれないし、さっき言ったように私が年取ったからとか、それから健康を取り戻したからとか、そういう理由でもあるかもしれませんからね。一概には言いませんが、まあ、睡眠学から言うと、まず、なんていうんですかね、夢というのはいつでも見るっていうのがまず一つですね。夢というのはいつでも見る。だから、どの時期に見るということは、昔言われてたけども、それはもしかしたら間違いかもしれないっていうことが一つと、怖い夢を見ないためには、起きてる時の情報量を100とすると、突如それがゼロになるような状態を作らずに、180、60、40、20と減っていってゼロにするとですね、体は日本語がわからないんですけど、ちょっと運動する最初に、あ、運動した後体が覚えるわけじゃないんですよ。その運動が1週間1ヶ月と続くとですね、あ、体は運動してんだなと思って筋肉を増やし始める。だから筋肉ってのは、運動しようと思った瞬間に体に、私は今から運動しますよって言っても筋肉はつかないんですね。つまり日本語がわかんないんですよ。ただ1ヶ月ぐらいも運動すると、どうも運動し始めたから筋肉をつけなきゃなんないってことが分かってくるっていう、そういうことなんですね。寝るのも同じで、今までどん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 映像が入ってきたのがパタッと映像がなくなる、俺は寝るぞっていうのは、体は日本語が分からないんですよ。だ、寝てしばらく経ってからしか分かんない。そこのところに混乱が起きるっていうんですね。これはまあ研究の成果ですよ。眠りにつくときに視覚情報が突然急激に減るので、その情報が足りないと思っちゃうらしいんですよ、脳が。脳が足りないので情報を補うんですよ。その補うやつは脳が適当にそこら辺のやつから拾ってくるから、へんてこな形をした動物とかなんかできちゃうわけですね。それを今度は整理しようとするんで、それで頭が混乱するわけですね。そこで、いわゆる怖い夢とか、それから金縛りというのを防ぐためには、だんだん寝ることらしいんですよ。だんだん寝る。だから例えばですね、夜の12時寝ようと思ったら、よく言われますけど、11時半頃になったらですね、入ってくる情報の数を減らしていくんですよ。つまり静かなところで、やや暗いところで、ゆっくりとお酒でも飲んで、あまりテレビなんかも見ずに、徐々に徐々に目から入ってくる情報、耳から入ってくる情報を減らしていくんですよね。ずっと減らしていくんです。つまり寝てしまったら、もう情報がないですからね。そういう状態で寝ると。そうすると、だら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 と情報が減っていきますから、
脳が混乱しない。私はね、ちょっと別の方法も試みてるんですね。今度は寝ても何かの情報を入れる。つまり、大体ですね、30分ぐらいの、その人の話とか音楽をつけたまま寝るんですね。そうしますと、まあ、ちょうどその30分の間に寝てしまうとすると、寝た後も音楽とか人の話の情報が私の耳を通じて入ってるはずなんですよ。意識はないんですけどね。だから、寝る前に情報量を減らすというのが一番いいんじゃないかと、まあ、学問的にもそう言われておりますから、それが本当なんでしょうね。もう一つ僕がただ独自に実験しているのは、寝てからもちょっと耳に30分ぐらい情報を入れると。いや、これ結構効果があるように私は思いますね。私実はね、よくそのうなされることがあったんですけど、最近うなされません。まあ、年を取っていい加減だったのかもしれないんで、いろんな原因が考えられますが、やっぱり私はね、睡眠を勉強することによって、寝る前にあんまりパソコン見たり、メールを処理したり、それからノンレム睡眠の時に多いんだけれども、熟睡の時にも約半分ぐらい、見ていると。で、結果として、まあ、寝ている時はいつでも見ているんだと、まあ、言ってもいいというふうになってはいます。ただですね、まあまあ、もともと夢をいつ見るかなんてことも大した問題じゃないんですが、まあ、いろんな実験データが出ますね。ここに、まあ、3つ、まあ、1897年、1991年、1992年、あ、そうか、1997年、1996年、1998年と、まあ、大体1990年から2000年ぐらいまでの書物を参考に挙げておきましたけども、大体睡眠学っていうのはですね、発達、まあ、日本で睡眠学会ができたのもそれほど歴史が古くないので、睡眠学自体もあんまり発展してないんですね。この1990年時点のものも現在で随分修正されているものもあります。ですからそこのところちょっとですね、考えなきゃいけないというふうに思いますね。むしろ夢をいつ見るかというよりもですね、辛い夢を見るのを避けたいと。どうも私も寝たら辛い夢を見るんでね、本当に嫌だと。もう少し楽しい夢見れないかなっていう人がいると思うんで、それをちょっとご紹介してた方が役に立つんじゃないかと思います。その一つにですね、いわゆる金縛りってのがあるんですね。私の場合はですね、体が動かなくなるっていうよりか、むしろ自分が 目を覚まそうっつっても覚められない。布団をこう跳ね上げて自分が飛び起きようと思うけど飛び起きられないということで、うなされることがあります。まあ、こういうのを金縛りの一種というと思うんですけども、これはやっぱり女性の方がちょっと恐怖心が高いんで、まあ、男性は 40% ぐらいがこういう経験をすると。女性は 50% が経験するということで、女性の方がちょっとその、いわゆる金縛りと、まあ、動けない、動きたいけど動けないという、非常に辛い思いを寝てる時にすることがあるわけですね。もちろんこれは思春期の後半から起こりますので、男性では17歳ぐらいから、女性では15歳ぐらいから始まります。つまり、体が大人になるに従ってそういうことが起こるわけですね。で、これはですね、どういうのか。まあ、全然動きが取れないっていう人もいますし、奇妙な幾何学的な模様が見えたり、光がピカピカってなったり、恐ろしい人の顔が現れたり、まあ、奇妙な動物が出てきたり、それからまあ嫌な匂いとか味とか、まあ、たまには体が浮き上がったり、落ちてしまったりと、まあ、いうようなですね、非常に人によって奇妙な体験をするわけですね。ですからまあこういうのはもちろん寝てるときに非常に辛いということになるわけですが、まあ例えば人によってはですね、もう落ちてしまう、こう奈落の外に落ちてしまうというような感じで、もう寝具にしがみつくというような人もいるわけですね。で、これはね、どうやって治すかっていうのは非常に簡単で、私も随分もうやってるんですが、